西成五次ですわ。困りまんな。俺今ネットのニュース見てたら、ね、2月頃から給付金なんか視野に入れてはるらしいけど、金額が気に入らん。5万円やて。お前国民なめ腐っとるな。あたにくんどほんま。これが何がなのか。まあもう何もかも腹立つわ。黙ってもとは、まあこれ腹立ちすぎて、その5万円の何2年出せっちゅう話や。一個も国民の声が届いとらんやんけ、こんなもん。みんなどんな思いで官邸メールしてるんや。なあ、ほんま腹立ちまっせ。中には命かかっとる人もいてはんねやで。菅はん、二階みたいなもんにお前操り人形されとってどねするんや。我の意志っていうのはないんかい。我の意志っていうもんは持っとらんのかい。まあ、みんなのメール見てるか。ほとんどの人がメール送ってあるわ、官邸。なあ、川原が世話になってる速稼塾の久保塾長さん筆頭に、いろんな有名な YouTuber の人も官邸へメール送りましょう言うて、なあ、こんな底辺 YouTuber の西成浩二でも官邸メール送っとる。で、皆さんにお願いもしとる。なめくたっとるな。徴収するのは徴収して、で、お釣りは小銭かい。ええ加減にせよ、ほんま。何ごろ、しかしほんま困りまんな。あったにごろぞ。あんで、もういっぱい言いたいことありまんねんけどな、これ。先どっちようかな。まあリア友の川原の方のな、リア友の、黒猫マークの京阪圭君、配達ありがとう。ご苦労さんでした。寒いけどな、頑張ってな。仕事せいだしや。で、子育ても大変やと思う。わかる。なあ、
まあ、ラジオ代わりに聞いてくれたらええ。それでええよ。うん、ありがとう。で、名前言うたら、これ悪いか、やめとこうか。MM さんな。今日チャンネル登録してくれはって、MM さん。ほんまお気にな。コメントまで丁寧に書いてもろて。で、わしも結構な、再生数伸びひん割にはコメント余計もらうんや。ほんで、その、どこにコメントを、その時に返したやつはそれで分かってるからええんやけど、後で返そうって思って、で、ハートマークと、で、なんや、もう一つのマークの、いいねのマークかな、あれ。あれを押して、で、後でコメントをお返ししよう思うんやけどやな。もうなんせ、あしゃ動画を3000本今年目標にしとるから。もうどれがどれかわっかになってまうねやな。堪忍やで。だからなるべくすぐコメントはな、返すようにするんやけど、わしもわしで、こう暇そうに見えてて、結構なんやかんやとあるんや。川原の嫁さん怖いから。な。川原とわしと、食わしてもうとるから。頭上がれへんからな。家のこともしなあかんのよ。まあ、久保塾上半すごいわ、やけど、朝早起きてからに、あっしゃな、とってもやないけど、頑張っておる、なあ、見なら思うけど、そないに早思い起きやへんし、これ、なんか、速報起きとるわ。ねえ、サッカーかい。サッカーかい言うたら、また黒猫のケイ君に怒られるな。ケイ君はさっき政治の話も興味ない言うてたしな、ギリでな、わしの動画再生はしてくれてるっちゅうて、ほんまやっぱり人間ギリは大事やな。もう話あちこちでまわん俺。で、ワイワイさん、小さな相談室川原のな、ありがとうな、相談してくれて、ほんでまた塾長班にもメール朝から送ってくれはったやろ、大喜利な。まあワイワイさんもな、兵庫県で今日なチャンネル登録してくれはった MM さんも確か兵庫県やったと思うんやけどな、そのコメントをな要件もらうんやけどさ、すぐ返されへんことがあんのよ、いろいろ洗い物しなあかんしな、これ。そないしてるうちにそのコメントがどこについたコメントか分かれへんなってもてやな。ほんで往生するわな。ほんま。やけど、ありがたいな。これはありがたい。菅の5万円はありがたない。まあ、ありがたないこともないけど。もうちょっと男前になってもええんちゃうか。明日そう思うで。どんどん送っていこう。鑑定メール。アホか、ちゅうてな。5万で足りるか、言うて。送っていこう。な、んで、MM さん、いろいろ考えてんねん。もうな、今までにな、チャンネル登録してくれはった人、もうそろそろこの西成工事も飽きてきとんねやんか。だからな、さっきも言うたけどな、ちょっ
ちゃうの考えとんねや。企画しとんねん今。まあもうちょっと近日公開っていうことでな、うん、楽しみにしとってや。 MM さん、またおもろいキャラのが出てきよると思うで。多分おもろいと思うねんけどな。おもろいこと考えたらな、あし結構あるやね。芸人で言うたら一発やけどな、一つもなキャラに引っ張られとったらな、あのゲッツっていうやつ一緒やんの。気づいたらお前誰も相手されへんなんて。お前それ困るやん。俺なお伊達康行で俺 YouTube やっとるんちゃうんだな。まあおもろいのおもろいで、ね、YouTube 中のな。で黒猫マークの K 君、一回自分も YouTube やってみたいんや。そんなんサッカーとか好きやったら、まあおもろいで、ね、さっきやり方教えてあったやろちゅうことだよな。いろいろギリでチャンネル登録してくれてある人もいてあるし、なこんなしょうもないのがおもろいなちゅうてチャンネル登録してくれてある人やらな、いろいろいてあるけど、ほんま大きいにゃはやっぱり人間な、感謝の気持ちっていうのも忘れたらいかんわな。人は一人で生きとるんと違うんや。支えられとるんや。金八先生も言うとるんやもん。人はこうやってな、支えられてるちゅうて。ほんでなんか最近見た映画で、おもろいこともやっとったで。人はこうやって支えてるんと違うやろうとか言うてな。人を支えるっていうには言うて、この人にまた人をつけていってやな。ね、ややこしい、化学記号みたいな形になってる。何の映画やったかちょっと忘れたけどな、また思い出したら、何するわ。ちゅうことですわ。あかん、中身すかすかや。俺は6畳のピアノマン見習うて1本の動画で100回生狙うことにはいかんけどね。これな難しいや。おい寝ろてわしらみたいになんな底辺 YouTuber が寝ろてなんかができるっていうのは難しい。やっぱりこれ速稼塾のな、YouTube の近日公開の、これ言うてええんかな、公開で。ああ、速稼塾の宣伝になるからええか。YouTube のな、ええのコンテンツ。コンテンツ言うんかな。あしゃあの横文字苦手やから。自己上案はこれからはグローバルとか言うてな、英語を喋れなあかんとか言うてあったけど、ほんまな喋ってもな、ゴルカーラあちゃう、どっちでもいいけどな、もうなネタバレしとるから。まあ、この話は時間にしようか。長なったらな、アップデートに時間かかってしゃあない。もうそれに時間取られてまうねん。ちゅうことでな、えらいこっちゃわ。だらだら喋ってるうちにこれ、えらいなんごなってもたびな。すんまへん。やけど、鑑定、メール、送っていこう。な、頼ますわ。まあ、次の動画で、おおきに。綺麗。